アンティークコインハンガリー1929年市中価100ペンゲー PCGS-SP64 です。直径36mm、厚さが 3mm、 重量が 43.49g、 90% 金の、金貨になります。発行枚数が、79枚、エッジですね、コインの側面が、パターンエッジ、柄が入った、エッジになっています。1965年にリストライクされた、コインになります。表面は、馬術のモチーフですね。裏面が、2人の天使がモチーフになっています。PCGS の鑑定済みコインも非常に少なく、オークションレコードも、100万円近い、まあ、あと120万ぐらいですね、そのようなレコードが、ついています。プルーフ鑑定 NGC だとこれプルーフ鑑定になっていて、限定数量、あと優れたデザインということで非常に今後が期待できる1枚だと思います。動画で見るとこのプルーフに近い非常に光沢のあるですね、金色した金型ということがよくわかると思います。